日本神奈川県横浜市西区、戸部町。戸部町は神奈川県横浜市西区の町名である。古くは戸部村で1859年に戸部町へ改称。現在も一部が戸部町として残っており、現行行政地名は戸部町1丁目から戸部町7丁目。住居表示施区域。郵便番号は220の0042。旧00町域は、 西区の南に位置し、南から西にかけては、鉱石台地の野毛山、北は石崎川を隔てて平沼、東は桜木町や港未来に隣接する。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。急町域に、 戸部民部というものが居住していたことに由来すると伝えられる。武蔵国に倉木郡に属し、戦国時代は戸部郷江戸時代は戸部村と呼ばれ、江戸幕府直轄領であった。文政年間に村内の野毛村が野毛村として分立する。1859年、横浜港が開港すると、横浜道が村内に改作され、 横浜港を管轄するための神奈川奉行所、薬宅、監獄など官庁機構が集中。また、戸部村内にも町屋が形成され、戸部町と解消した。横浜の市街地の拡大とともに1870年に宮崎町、1872年に伊勢町、1876年には老松町及び月岡町が相次いで起立して分離した。また、 鉄道敷設のために海岸部が埋め立てられ、桜木町などが成立している。1878年の軍区町村編成法で、戸部町のうちすでに市街化の進んでいた、横浜道沿いの区域が、伊勢町や宮崎町、野下町などともに横浜区の一部となり、1889年の市政施行で横浜市小部町となった。戸部町の残存区域は、 軍区町村編成法により再び、倉木軍庫部町となり、1889年の町村制志向で、倉木軍土太村の大技戸部となった。戸部戸村は1895年に調整を施行して、戸太町となり、1901年に横浜市に編入された。その際、既存市域内にすでに戸部町があったことから、旧土太町大技戸部は西戸部町と改称された。 横浜市編入後、数字の四区改正及び住居表示の実施により、新町が起立、分離し、現在、西戸部町として残るのは、編入当時の西戸部町の、ごく一部である。1878年の、軍区町村編成法による、行政区画編成の際に、戸部町のうちすでに市街化していたことから、以下の3町と共に、横浜区の一部となった区域である。 横浜道沿いの細長い地域で古くからの商店街は形成されている。横浜道と桜川新道の間の300メートルほどの道は、宮崎遊郭の岩亀郎の遊女の寮がこの地にあった。ことから岩亀横丁と呼ばれ、岩亀稲荷が祀られている。1870年に成立。旧来の地名の宮ヶ崎と当地に創建された。 伊勢山広大神宮にちなんで命名された。宗教施設が多く、広大神宮のほか成田山横浜別院延命院、相当相万徳寺、日本キリスト教団紅葉坂教会がある。1872年に成立、伊勢山広大神宮にちなんで命名された。横浜駅根岸線が通り、そこから分岐する、ほどが谷道沿いには、伊勢町商店街がある。 1876年に成立。老い松が多く継承の地であったことから命名された。同年に成立した月岡町を1935年に吸収。野毛山の丘陵地で野毛山公園、野毛山動物園や横浜市中央図書館がある。1928年に伊勢町、戸部町の一部から成立。紅葉坂上の丘陵地で、 神奈川奉行所跡の神奈川県立青少年センター、神奈川県立図書館、神奈川県立音楽堂、加門山公園内の横浜の音楽堂がある、文京エリアとなっている。飛ぶ町が横浜市へ編入されて、大和戸飛は西飛部町となり、1928年に、西前、藤棚、浜松、御所山、境の谷、杉山、大木殿、天神、勾配、 石崎の各町が成立。野毛山の北西が現在も西戸部町として残る。保土ヶ谷道沿いの西前商店街は中央として分離し、現在は区内で最も小さい町になっている。横浜市電停留所前の和菓子屋に藤棚があったことから停留所名となり、住民の要望で町名にも採用された。塩田だった頃に松があったことから命名された。 国道1号と国道16号との分岐点である浜松町交差点がある。蘇我兄弟の仇討ちの際に蘇我と木宗を取り押さえた五瀬五郎丸が居住していたと伝えられることから五所山と呼ばれていた。野毛山と久保山に挟まれた谷から境の谷と呼ばれていた。1913年の横浜市電開通に際して境の谷切り道が切削され、現在は 藤田の裏船通りが通る。1966年、杉山町、大木、田町、西前町の一部などが合併し成立。横浜市西区のほぼ中心で、西区役所など行政機能が集中している。旧戸部村の鎮守、杉山神社がある。1966年、郊外町、石崎町、天神町、戸部町の一部などが合併して成立。 国道1号が通り、飛部駅、飛部警察署がある。ありがとうございます。